そして太陽系の惑星は地球型惑星と木星型惑星に分類することができます。ちょっと影、水星、金星、地球、火星は地球型惑星で表面は硬く、主に岩石質の物質でできています。居眠りしちゃダメだって、影ってば。大丈夫。木星、土星などの木星型惑星は全体的にガスでできているため、実際に着陸するのは難しいでしょう。大丈夫じゃないってば。昨日遅くまでゲームしてたんだよ。もう少しだけ。もう少しだけ。何ですか、影千代くん。もう少しだけ勉強したいなーなんて。素晴らしい心がけですね。なんでこうなんだよ。影がしょうもない言い訳するからだよ。たんまり宿題出されちゃったね。手伝ってよ、いいじゃん。ダメ。宇宙の勉強ならこの本は役に立つかもしれんな。何その古い本。さっき古本屋の掃除を手伝ったんだ。そのお礼にもらった本の中にあったんだが。ん？地球？太陽系？星の本かな。ずいぶん古い本っぽいよね。うん、俺には何が何だか。売ったら何百万とかいうお宝本だったりして。そんなのくれるわけ。何か様子が。どこだここ。ここは火星です。そうか、火星か。通りで映画みたいに。で、火星？太陽系のあの火星ですか。そうです。水金地下木のあの火星。その火星です。ていうか、まずこの声の主は誰なんだ。私はこの星の世界の案内人です。3人の中から守護者を選んでください。守護者？守護者はあなたたちを守ります。一番体力があるものが適しています。なんだかわからねえけど、言う通りにしねえと話が進まねえっぽいな。となるとシディかな。うん、何があっても俺が必ず2人を守るぞ。守護者をシディに設定しました。なんか HP みたいなの出てきたぞ。あと私たちを追うバリアみたいなのも。てか、すでに HP 減ってきてねえか。残量がある限りあなた方は地球外の厳しい環境から守られます。厳しい環境。火星って酸素もほとんどないし、昼間は300度になることもあるって先生言ってたけど。人間が生きられる環境じゃねえぞ。このバリアが守ってくれてるんだよね。バリアの耐久力を表すのがシディの体力と連動したこの HP ってことか。つまり俺の体力が続く限りは安全なのだな。だとしたらこの HP がなくなる前に脱出しねえとな。でもどうしたらいいんだろう。間違いを探してください。どこかに違和感があるのかな。そういえば土や岩がやたら赤いな。とりあえずそれ言ってみるか。土や岩が赤すぎるのが間違い。あ、ちょっと待って。うわー、めっちゃ HP 減っちまった。もう授業中に寝てるからだよ。火星の土や岩は赤っぽい色してるの。てか、土と岩と湖しかねえとこで間違い探すって無理ゲーすぎんだろ。あ、湖？そっか、この湖があるのがおかしいんだ。どういうことだ。火星の地表には水や湖は存在しないって授業で言ってた。答えは湖だね、影。全く覚えてません、すみません。正解です。以前水や湖があった形跡はありますが、現在地表に水があるとは認められていません。やったー。転送します。転送？おい、まだあんのかよ。今度はどんな星だ。ここは水星です。水星っていうと太陽に一番近い星だよね。力がみなぎってくるようだ。 HP の減りも鈍くなったな。太陽が近い分シディもパワーアップするんだね。ここでは一人で間違いを探してもらいます。は？他2名は別の星に転送します。ちょっとそれどういうこと。別の星とは。おい。なお守護の効果は継続します。シディがこの場からいなくなってもバリアはなくならねえってことか。それにしても彗星のことなんて何も知らねえぞ。授業ちゃんと受けておけばよかった。火星と違って随分地面が黒い。これが答えか。でも適当に答えて HP が減るのは避けたいな。ここはちょっとかまかけてみるか。間違い探しって言っても黒い地面とクレーターしかねえ。ここに間違いがあるんだよな。なんで答えない。もしかして間違いは彗星自体にあるとは限らない。そうです。黒い地面とクレーター以外にここから見えるものといえば真っ暗な宇宙と太陽。あ、太陽。待てよ、彗星っていうと太陽に一番近い星だよね。そういうことか。間違いが分かったぜ。答えは太陽の大きさだ。彗星は地球より太陽に近いはずなのに太陽の大きさが変わってねえ。どうだ。正解です。よっしゃ。彗星では
地球から見る太陽と比べ3倍ほどの大きさに見えると言われています。で、ヒサとシリーはどこだ？凍った地面、どれくらいの気温なんだろう。木星の表面は約-150°C です。-150°? 地球とはだいぶ環境も違いそうだけど。間違いを探してください。 HP がどんどん減ってる。火星ではこんなに減ってなかったのに。環境が地球と違うほど HP の減りも早くなります。早く見つけないと。ん？地球と木星、それも先生が授業で何か言ってたような。太陽系の惑星は地球型惑星と木星型惑星に分類することができます。水星、金星、地球、火星は地球型惑星で表面は硬く、主に岩石質の物質でできています。木星、土星などの木星型惑星は全体的にガスでできているため。ガスでできているため。わかった。答えは木星には地面がない。木星はガスでできている星だから地面がないのに、ここには地面がある。正解です。やった。それでは転送します。いつも急すぎるんだけど。俺はヒサメのように勉強してもいないし、影千代のようなひらめきも持っていない。どうやって間違いを探せばいいのだ。影千代、ヒサメ、シリー、二人とも無事だったか。ここはどこだ。金星です。間違いを探してください。三人で探していいんだよな。はい。にしてもここもすげえな。地獄をビジュアル化したみたいな。太陽に一番近い水星でもこんな溶岩なかったよね。確かに太陽に近い方が熱いイメージあるよな。もしかしてこれが間違いか。いや、マグマと太陽光は関係ねえか。シディ大丈夫？ HP がかなり減ってるな。確かにこの星に転送されてから急に体力が奪われている気がする。金星は水星の次に太陽に近い。なんでシディが弱っていくんだ。なんでだろう。夜でもないし屋内でもないのに。夜、屋内、もしかして。いざ、ちょっと試したいことがあんだけど。本当にこれでいいの？ああ、どんどん行ってくれ。太陽めがけて行くよ。太陽が消えた。どういうこと？さっきまで雲一つなかったのに。この雲を抜ければわかる。やっぱりそうか。また太陽が。どういうこと？地上から見えてた太陽は偽物だったんだよ。金星はおそらく雲に覆われた星なんだろう。だから太陽の光が届かず、シリーの体力がどんどん奪われていた。そういうこと。確かにダメージも軽くなったようだ。ってことはあそこに見えるのが本物の太陽ってこと？だな。案内人、答えは金星では太陽は地表から見えないだ。正解です。金星の地表はこの雲があるため、温室効果で水星の地表より高い温度です。やったー。それでは転送します。まだあんのかよ。って地球かよ。驚かせやがって。それにしてもすごい体験だったね。地球はこの広い宇宙の中で奇跡的に俺たちが住むことができる星だったのだな。てか何だったんだこの本。さっきまでの宇宙も本物かどうか怪しいな。少なくとも私たちのいる宇宙じゃないみたいだったね。ここではホルスが太陽の代わりになってるはずだし。そうだな。俺はそんな地球で仲間に出会うことができた。今回も二人がいなければ戻ってこられなかったかもしれない。シリー疲れたでしょ。今日は私がご飯作ろうか。それこそ過酷すぎて即死じゃね。はあ、じゃあ影がやりなよ。俺も二人を救えるようになりたい。何があっても。プロット学園祭開催決定。今年の夏はプロットのポップアップストアをやるぞ。テーマは学園祭だ。学祭のステージ衣装かわいいです。模擬店カフェの衣装もシックでいいな。俺学祭でも働いてるんだ。看板持ちも学祭の醍醐味ですよ。この限定イラストがグッズになって登場するぞ。学校モチーフのグッズも盛りだくさんみたいです。さらに今回はグッズだけじゃないぞ。来てくれたみんなが楽しめるような展示を準備中だ。フォトスポットはもちろん、実は会場先行放映の映像もあったり。それ言っていいの？あ、とにかく会場に来てくれたら後悔はさせないぜ。もう少し準備が進んだら皆さんにもお知らせしますね。開催場所は渋谷モディ。詳細は追って発表していくから必ずチェックしてくれ。動画以外の X やコミュニティも要チェックですよ。まあそんなわけでみんな楽しみにしててくれよな。
今月のカレコレランダムブロマイドがファミリーマート店内マルチコピー機ファミマプリントで販売中。こんなの欲しすぎます。私も今すぐ買いに行こう。